YouTube 映りますよ、はい、すみません YouTube 映る、はい、ありがとうございます、お願いします、ありがとうございます、今週も始まりましたクリアランスドリームザレディオ、はい、この番組はですね、我々クリアランスのメンバーが週替わりでパーソナリティを務めながら様々なことを皆様にお伝えしていく番組です。そして冒頭の部分はクリアランスドリームザレディオプラスということで動画で配信しておりますので、そちらもチェックしてみてください。はい、ところで今回冒頭の部分で流れました動画、皆さんご覧いただけましたでしょうか。はい、はい、こちらはですね、先日9月9日に行われました岡山で行われましたね、678ちゃんテレビ祭り、こちらの方のですね、裏側の部分を撮影した映像の一部でございますけれどもね、はい、はい、こちらのね、678ちゃんテレビ祭りで我々クリアランスがアナウンサーの皆様にアカペラを今回ね、あと、うん、お指導に行きまして、はい、そして皆様と一緒にステージに立って歌ったということなんですけどね、うん、皆さんどうでしたか、実際に本番踏んでみて、なかなかできるね、体験じゃないですよね、うん、そうですよ、鶴くんはもうね、中心になって教えるところから、はい、その最後演奏するところまで、うんうん、全てまとめて、うん、いや本当にね、でもなんかやっぱこうみんなで集まって一つのものを作るっていう感じ、結構人数はね多かったんですけども、なんかサークルの時代を思い出してね、うんうん、なんかアカペラサークルってこう全体曲みたいなのやったりするんですよね、みんなでいい曲作ったり、なんかその感じを思い出してね、非常に懐かしい感じがしました、うんうん、でもやっぱアナウンサーの皆さん、やっぱり皆さんそれぞれにちゃんとね、普段から声のお仕事されてますから、もうね、いざステージに立つと皆さんも輝いてましたね、うん、やっぱり、ね、美人の方が多いので、はい、やっぱりお客さんも見ててね、うん、すごい楽しかったと思います。もう我々バックヤードの部分でもいろんな映像を撮影いたしましたので、はい、そちらの方で皆様にもぜひ見ていただきたいと思います。それでは映像の方どうぞ。今日は初めてのアカペラ挑戦です。まあ二重奏でも釣られちゃうぐらいの僕なんですけども、クリアランスの皆さんのおかげでアカペラの一員として今日は素晴らしいパフォーマンスやっちゃいます。よろしく。いよいよ678ちゃんテレビ祭り RSK の出し物直前でございます。クリアランスの皆さんに教えていただいたことをフルに活かして頑張ります。よろしく。アカペラ絶対成功させます。お疲れ様でした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 。あ、 YouTube チャンネル撮ってます。ありがとうございます。ありがとうございました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 。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。よかった。よかった。練習よりもちょっと 120% ぐらい力を出せた感じで、いつか皆さんと一緒にできたらいいなと思ってたんで、夢叶っちゃいました。ちょっと今胸いっぱい。夏が終わった。また挑戦したいですね。またぜひ。よろしくお願いします。皆さんどうですか。はい、まあ、曲の垣根を越えて一つのハーモニーを作り出すっていうのはなかなかできることではないので、いや嬉しかったです。ありがとうございます。かわいい、かわいい。あ、朝石は朝石。ああ、私もね、なかなか苦労しましたけど、モブクイチーム頑張りました。ちょっと練習する時間があまりなくて、でも楽しかったよ、ね、そう、やっぱり楽しさって伝わりますよ ね、 ね、楽しかった、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。若者2人みんな若いんだけど、ね、今までの練習ももちろん楽しかったんですけど、やっぱステージの上でみんなで一緒に歌ってこうお客さんに聞いてもらうっていうのは格別ですね、本当に楽しかったです。
まあ、あの本番手拍子をすごくお客様がたくさんしてくださったので、それに乗せて自分たちもアカペラができたこと本当に幸せでしたし、クリアランスの方とも一緒に演奏できて本当に楽しかったです。ありがとうございました。あのこうやって一緒にこう目を見合わせながらこうリズムに乗りながら歌ったのが本当に楽しかったです。楽しかったです。みんなで一つの音楽を作ったなという感じがしました。はい、ありがとう、クリアランス。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。いやー、やっぱりね、アナウンサーの皆様方のコメント力は素晴らしい。素晴らしいです。キュッとまとめる力が、はい、すごいです。あとあのね、アカペラ以外でもね、さまざまなあの催しがありまして、はい、中でですね、例えばあの、まあ、カラオケ大会みたいな、うん、はい、いろんな人がね、こうカラオケの点数競うみたいなのがあったんですけど、うん、あのカラオケ大会、うん、結局序列はカラオケの点数で決まるんですけど、うん、皆さんもね、あの見た目にすごく凝ってる方が多い、演出とか、そうそうそう、すごかった、全く関係ないのに踊ってみたり、うん、ね、あとはもうコスチュームとかもね、うん、いましたか。セーラームーン、セーラームーンですよ、女性アナウンサーがやるセーラームーン、うるさい女性アナウンサーがやるセーラームーン、うるさい。いやでもまあ素晴らしかった、ね、素晴らしかったです、素晴らしかったです。もうそれはもう拍手です、拍手、うんうん、セーラームーン拍手よくできました。いや本当あれですよ、奇跡的なことですからね、うん、今回もね、最後アナウンサーの皆さんのコメントとかも取らせてもらったじゃないですか、はい、女性アナウンサーの皆さん、あのメンバーが集まるって、うん、ないないです、そうですよね、垣根を超えてますから、そうですね、そう、だから関西でいうと、だから MBS とテレビ大阪とカンテレみたいな感じなんですよね、そうです、はい、普通会うことないんですよ、うん、でもね、本当バックヤードもすごいみんな和気あいあいとしていて、そうですね、はい、ちょ、あの、いい、言っていいか悪いかあれですけど社長もお三人方もみんな同じ部屋いましたからね、うん、そうですいやすごいことやと思ってましたよ、本来は視聴率を奪い合うね、そう、敵同士ですけどねえ、はい、だからね、これ、3年目で一巡したんですよ、うんうんうん、これね、全各国がやってたんですね、この先もね、続けてほしいしね、うん、まあ、なんといっても僕らのそのアカペラやった後、うん、アナウンサーの皆さんとかも、うん、いや、終わっちゃうのは寂しいとかって言ってくれはってて、だからもうぜひまたね、やれたらなーなんて、そう、だからこれはもう番組でね、うん、もうアナウンサーさんとして構造的にアカペラやっていくコーナーをね、番組のワンコーナーにしていただくのが一番、そう、そうするのずっと振り込め、振り込め、やったらいいのに、やったらいいのに、クイズさんとかやったらいいのに、もうすぐ行きますから、すぐ行きますから、はい、ぜひお願いします。ちなみに僕としては、はい、個人的にはですね、これだけアナウンサーの皆さん13人いる中、うん、私は全体のこの RSK の進行役を務めさせていただきまして、はい、あんだけ司会のプロがおる中で大役をね、時間配分とか思いながら、そうですね、はい、まあでもね、それも含めて、うん、クリアランスとしてもすごく、ね、楽しませていただいて、いや本当に楽しかったです、はい、ね、そしてたくさん、RSK とか NHK、うん、TSC ファンの皆さんも、うんうん、当日も声かけてくれたし、うん、Twitter とかでもすごいフォローしてくれたりとかっていうのがあったんでね、また皆さんぜひクリアランスに会いに来ていただけたらなと思います。はい、はいはい、それではここでクリアランスからの今後の情報を三浦さんにお伝えしてみましょう、はい、9月23日土曜日ですね、はい、東京テレボニカとクリアランスのツーマンライブ、はい、ゲストに神戸ボーイズ、はい、いやもうすぐ待ってまいりました、ね、うん、ドキドキワクワク、はい、うん、練習してんの。いやもうそれはなかなかその地方に行ってるメンバーとかいろいろいますから、うん、はい、なかなかガッと1個に集まって練習するのは難しいんで、はい、もう今はもうこう、連絡やり取りしながら、うん、もう個人練習、そこでもう一瞬でパッと集まってもう素晴らしいものを仕上げるのは、これはもうプロフェッショナルの仕事ですからね。プロの流儀を、プロの流儀をね、楽しみにしておきます、はい、皆さんも楽しみにお待ちください、はいはい、そして10月の7日土曜日、うん、歌いのりオープン5周年記念フェス、おめでとうございます、今年もございます、来ましたね、もうね、ずっと参加させていただいて、そうですね、たくさんのミュージシャンの方が出演されます、はい、こちら三宮キャッシュボックスで行われます、うん、先ほどのね、東京テレフォニカの方も、キャッシュボックスで行われますので、はい、ぜひ、ね、はい、お越しください、はい、そして11月の4日土曜日、うん、岡山イノベーションコンテスト2017ということで、はい、岡山のシンフォニーホールにて行われます、はい、こちらはですね、企業
化を育てるイノベーションスクールのコンテストということですね、うん、そうです、はい、はい、今みんなね、最後のプレゼンに向けて資料整理したりとか、はい、確かね、二次選考とかもうちょっとしたら行われるんじゃないかなと思います、うん、はい、ね、最後残れるのが15人ですから、うん、15人、はい、シンフォニーホールに出れるのはで、シンフォニーホールね、はい、まあ、前に言いましたけど2000人入るホールなんですよ、うん、すごい、だから1000人以上 の、 その関係者とお客さんが、うん、はい、ね、集まっての中プレゼンするのですごい緊張感と思うんですけど、ね、応援したいと思います、はいはい、先着500名様観覧できるということなので、はい、興味のある方はですね、ぜひホームページの方をご覧いただきたいと思います、はい、ぜひクリアランスに会いに来てください、はい、はい、そう、そして、はい、あとですね、ラジオこれも出るんですよ、うん、はい、ですね、クリアランスが応援しているオレンジリボンキャンペーン、はい、ね、あるじゃないですか、子ども虐待防止運動で、岡山市オレンジリボンキャンペーンの活動を紹介しているラジオ番組にクリアランスがゲスト出演します。イエス、イエス、はい、もうあの日変わって明日、今日ぐらいのところですけどね、木曜日、朝、レディオモモ、はい、うん、はい、岡山の FM レディオモモの方にクリアランスが出演するのでですね、はい、ぜひチェックしていただきたいなと、はいはい、20周年記念ジングルも歌ってますから、はい、多分そのオンエアとともに、はい、はい、はい、レディオモモ、はい、聞いていただけたらなと思います、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ではこの後のクリアランスドリームサレイディオのインターネットラジオの方は、はい、私森脇が、うん、はい、メインとなりまして、いろんな情報を伝えていこうと思っております、うん、はい、そちらの方も、皆様チェックをよろしくお願いします、はい、クリアランスドリームサレイディオプラスの方は、こちらの方でお別れです、はい、それではまた来週、はい、バイバーイ、バイバーイ。